皆さん、どうもよろしくお願いします。では、今日もバイアミューダと楽しんでいくにゃ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 。とりあえず、あれよのやつね、ここら辺とかもまだ残ってるんですけど、クエストこれからやっていきますかね。楽そうなやつから、楽そうっていうか、これあれか、楽そうというか、これは前にね、前の時にやっちまった、あ、やれって言ってそのままにしてたやつやね、確かね。そんな気がすごくしますね。これでしょうね。だよね。練習のに合わせて調整する。中になってる。あ、わかった。今わかった。左に動くのは、動く方の10になるのは、一旦、リスタートしたらまた10になるんやね。そんな気した今。前にさ、10になったことあったから、元戻ってたからなんなんやろなってずっと戻ってん。こういうことやね。あのままでよくて、こうやろ、こうやろ。で、ここよね、問題ね。残りは数手だ。こうか、オッケー、来た。無駄にするなよ。いけた、よかった。いい音。まあ、何を取ったのか、な。何をした？何をしたんですか？何したんですか？言っちゃう。あ、なんかこういうとかもありそうやな。って感じが。無理か。無理か。無理ですね。はい。わかりました。間違えた。じゃあ次ね、別の場所やっていきましょう。向こう側ね。大丈夫？これ落ちて。不安になるんやけど、落ちていくか。一度ちょっと落ちていこう。落面する可能性あるけど、こっち行ける。完全に真っ暗だな。死んだ。と思った。思った。死んでない。これ買った。あっ、やめろ。やめろ。このエリアは生物汚染されている。非常に危険だ。マジかよ。きつい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 。いや、きつい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 。ちょっと待って。下に行くんじゃなくて、こっちから行くんじゃなくて、別の方向から行った方がいいよ、これ。きついきついきつい。やめろ、ああいうの。オロロロロみたいなことさせんな。ん？マンティス？ああ。こういうことかな？あ、じゃあ R2 出るやつか。ん？お！こんなところに発見。金属のスクラップがあるぞ。ナイス？こういうのしたくなるよね。危なかった。もうこれね、下から行くのを諦める。下から行く。バイオハザード。地帯から行くのはやめとく。今、ね、やばいことなとったからね、一瞬ね。感じ的に。何か敵を、おったらいいな。デブル中に早くしたい。何ここ。あ、あるじゃん。インタラクト。優しい。お、ここにもあるじゃん。ほら、来たら、ダブル層。ダブル層。なんだってぞ。あかん。言わんとこも。これじゃ言わんとこ。お、ここにもあるじゃん。ちょっと待って。ナイス。アイテム名見ずに、もうね、決定をしてる、縛ってる位があるけど、そこは、ご用意しよう。こちら側か。
おい、下に行きたくはない。電線大丈夫？落ちない。無理やね。つけなかった。うん。うん、とりあえずね、二箇所の、ん？何？サブミッションのある方向に行こう。ね。それがいいよ。今ここにおるんだよね。ここにね。ってことは、こちら側行こう。ということなんで、こちら側ですね。うん。向こう側に乗ってるやつに行きましょう。まあ、そこまでカットするか、もしくは、道中をね、デバイスかなんかでやっていいんじゃ思ってる。てなわけで、カット。敵いますね。敵か？敵じゃねえな。味方やな。いけ！よし。最初ね、やっちゃいましたね。もうええわ、その。もうその話題いいからって。何でも引いてしまってる節があるから。ちょっと言っとくよね。ほら、あれ行ったら、エクスパーチ。パス。何かあるの？世界のこの辺りはエニウェアと呼ばれている。クリック、それがクリックがここに住む理由かもしれない。ん、彼はお前を見てショックを受けているようだ。お前のことは耳にしていたが、世界の終わりまで生き延びる根性があるとは思っていなかったらしい。いなかったらしい。見てきるために何をしてきたか。それについては話さない方がいいという。マジで？お前のような奴は、自分と同じく生き延びるために何でもするだろうと察している。ここまで来たのはいいが、これからどこへ行くつもりだ？行かてばんじゃが？最後までやり遂げるだけの力がお前にはあるか？それとも、いざ週末がやってきたら、尻尾を巻いて逃げるのか？やろぱんじゃたぱんやら。いずれにせよ、終わりはやってくる。ひどい嵐が巻き起こっているなら、風に乗るか、死ぬかしかない。世界を一連の錠前のようなものとして考えるべきだと言っている。何かをするたびにお前はまた一つ錠を開けるかどうか決断する。引き返して別の錠を開ける気はないのか。状況はいつでもよくなりやる。そもそもいいとはどういうことだ。ひょっとしたら状況はまず一度悪化する必要があるのかもしれないぞ。世界は回復し始めたようだ。なんと無駄なことか。無駄だろ。彼にはお前が直しようのないものを直そうとして時間を無駄にしているように見えるそうだ。お前がミリアドと協力する理由が理解できないそうだ。誰か彼らを閉じ込めるべきだという。そんなに悪い連中だろうか。とんでもない。彼らはとてもいい連中だ。正義感が強く無価値だ。無価値か。お前はまるでピッキングするのが楽しそうな錠前みたいだと言っている。錠前。古き時代には誰も鍵などかけなかったが、それは時とともに変化した。自分は鍵のかかった場所にいて他者を締め出すのが彼の生き残る秘訣だそうだ。やろパンゲタパンやら。彼は自分の商売を派手にしたりしない。だが見どころのある相手に対しては過去の秘密を進んで解き明かしてくれる。バンナムマンナだ。お前たちは互いに歯車が噛み合っている。彼のことはクリックと呼ぶのがいいだろう。君の仕事はどんなものを取り扱う？彼の好物は錠前やその向こう側に隠されたものだが、作品の材料となる金属類にも興味を持っている。やろパンゲタパンやら。クリックは彼の成功の秘訣は金属だという。そしてどうやらお前も文字通り金属の手を持っているそうだな。トランクウォーター。もしあからば。金属の棒をトクサノールのザップステーションでチャージできたら、彼がそれをお前の手に合うように直せる。そうすれば、お前のクロンクフィストは、未来への新たな道を開けるようになるだろう。超高温の熱風が出る発電機のスイッチを切り替えて、稲妻がフォームをチャージするときに乗るんだ。簡単だろう。そんなことで身を危険にさらすべきではない。また激音を犯す価値がありせん。それは思う。最大のリスクには最高の報酬がつきものだ。うん、ハイリスクハイリターンってやつね。おなんだ、新しいサイドクエスト出てきたぞ。クリックはお前とまた会えて最高だそうだ。
うん。もう行かなければ。いつでも戻ってこいと言っている。高連圧。なるほど。あ、ここインタラクトできるやん。やっとこうぜ。どれ相変わらずの。やり方やな。ここクリックね。あ。で、ここに、格闘道具商人。こういうところがあったのに。いや、ちょっとは広がったかな。なんて思いますね。じゃあ、まあ、この先行きましょう。ここやね。変電制圧所を見つける。とりあえず、この下から行きましょうか。行けるかどうかわからんけど。うん。あのメインストーリーを進める前にこっちをやるべきやね。太陽があっという間に昇る。うん、行こうか。お、何君。ルイエート？あ、ルイね。近くにほとんど誰も知らない興味深い場所があるらしいが、今はそのことは話したくない。車載特集、一回やってみるね。エファネとルイだ。場所を教えてやる理由はないという。うん。筋力マイナス1か。腕力ね。仲間じゃないのか。まだまあ、脅迫する必要はないという。遅かれ早かれ話していたことだ。ここからそう遠くはないらしい。ほう？うん。お前が早くから働いている光景はいつ見てもいい。そうか。大事なことはもう言ったそうだ。どこに、どっかにあるってこと？マーク出てるってことなのかな？つまり。え？なんもなくね？マジで？どこにあるって？道なき道を行くぜ。何かある。あ、インタラクトするとこあるじゃん。取っていってるわ。聞き耳帽子。次は何もない。あ、インタラクト。生命の木はみるみるうちに枯れていくと言っている。救うためにはあらゆる手を尽くさなければ。わあ、彼らの仲間はシェルホルンを使おうとしているが、直し方がわからないそうだ。シェルホルン、手伝ってやってくれないか。何に使われる？壊れてなければちゃんと音が出るそうだ。音色を聞きたければ方法が一つだけあるぞ。シェルホルンの音が聞ければいいのだが、壊れていると言っている。これが問題の原因だ。ちゃんと音が出るように彼らの仲間を見つけてくれ。出ないとシェルホルンは鳴り響かない。鳴り響かない。何が呼べる。どういうことこれ。今までの文脈からして何かおかしいぞ。はい、やってみたら。直してみないとわからないそうだ。あ、シェルホルンの友。あ、何かありそう。おお、あ、こいつもインタラクトできる。ここから出るときは気をつけるようにと言っている。最近、ウェイストランダーとの面倒事が起きているそうだ。リトや、そうか。いつでも戻ってこいと言っている。さあ、じゃあ、向こう側ですよね。めっちゃあるな。ここもあるな。高電圧。変圧症を見つけるか。これね、やった後。何かまだいっぱいありそうだよね。あ、そういうのは関係ないや。へい。こっちやね。道なき道を
ックスタイルになってるね、完全に。何かあるな。インタラクトじゃ。何もない。何もない。なんやねん。なんやねんってルパルパンが世界を食らい尽くしてしまうのではないかと、いつも心配するのは辛いと言っている。リングディンガーがリラックスさせてくれるかもしれない。リングディンガー？何それ？彼らは残念ながら自分では手に入れられないが、お前なら簡単にできる。え？どこにおんねんな。そんなに遠くはない。この辺りで鳴っているのを聞いたそうだ。リングディンガーが鳴っているのが随分前に聞こえた。まだそんなに離れていないかもしれない。誰かが拾う前に取っておくべきだ。誰でも好きな相手にかけることができるだろう。うん、価値があるに違いない。誰か買い手に売れと言っている。買い手に？またサイドクエストいっぱい出てきすぎやねん。まあ行こうか。キリがないけどね。何かしなめたおとなお。いいから、ノコを見つけに行くんだ。彼女はノート小屋でノートの世話をしていると言っている。ラショラヤファエテメファファ。また戻ってくるんだぞと言っている。はあ、これでもまだ何かあんじゃね。もう一個ぐらいないか。確かにインタラクトできるところあればいいんだから。クロスウェイに着いた。え、決断の時だ。終わった。引かれたし。やめんかい、こら。だ。やめろ、こら。だ。だいわ。だわ。ちょっと待って。何もできる。ダイナモ。オッケー。オッケーではない。燃えてしまえ。おーぶね。もう、あったかい。もう、か、怖い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 。あれ、どうしたん？遠距離武器、ちょっとね、変えていきましょう。あ、これでいいんじゃね？おっと、おっと、だ！怖いなぁ、もう。おーっと、ミスった。もういいっす。あれ？なんかこういう回復してね。で、体力が残り。だいぶきつい。きつい。ちょっと待って。元気回復だ。元気回復だ。あ、きついよこいつ。だいぶきつい。はあ、もう。ちょっと待って。場所が悪い。わからん。どこ行った？あいつも。よし、もうこっち行くんじゃね。ああ、もう。やりに行く、こいつ。って。おって。もう。怖っ。あら、ってちょっと待って。おっ、ほらほら、今じゃこの野郎め。うまく当たった。オッケー。気のエネルギーが足りない。あったあった。体力は残り半分だ。やべ。食べる。ちょっと待って、どこ行ってんねん。おお、怖い。お、わかった。よっしゃ、買っていた。よかった。
怖かったー、だいぶ怖かった今。はぁ、ここに何かあんの？こちら側から何か音が聞こえてくる。どこ？からか声が、声というか、何やる？あ、刀！いいねー。片手を押すらす。拾う。お、小さなヘルスパック。ありがとう。お、何かあるじゃん。行こうぜ。ヘルスパックありがてー。絶対何個か使ってしまうからな。これ上からやな。聞こえてんの多分。てみよう。このようなアイボックスは珍しく数も少ない。しかし失っても大きな損失ではない。昔の話す写真は内容がなかったからな。なかった。内容が、内容がない。やる。え、どうすると、え、は、え、え、え、何これ、どうすんねん。え、ちょっと待って。うん、そっちが動くんか。なるほどね。理解した。行ってみせたな。残りは数手だ。ああ。無駄にするなよ。あ、見せた。あ、ちょっと待って。あ、違う。戻る。怖い。今はちょっとやめとこう。うん。また次の機会にやりますね。フライスパーカーやろ。いろいろとあるな。多分これは。うん。この外にも何かある可能性あるから、ちゃんと行っていかないと。何もない。あ、幽霊だ。あ、空中浮いてらっしゃるわ。空中浮いてらっしゃるわ。違う。インタラクトするところがある。行くぜー。お、ストロートップ。おぉ。おぉ、エネルギー回復ないけど。いい感じに。ノブを同調させて機械を作動させよう。なるほど。で、こうかな。ですね。よかった。何が取れるかな。それはフライスパーカーの心構えだ。ローリンシャツ。何かができたぞ。欲しかったものとはちょっと違うが、すぐに手に入れることができた。いいね。お、ジーンズショーツ。あー、いまいち。いまいちって言われた。何かある。インタラクトしていくぜ。フェルスパーク。小さなフェルスパーク。嬉しい、ね。こういうところ何かあるんだね。あ、何かありそう。と思ったけど何もなかった。うん、しょうがない。ここね、ここはちょっと残しといて、次回やろう。高電圧、行こうか。まだ近いし。森は素晴らしいな。素晴らしい。オッガハムを見つけた。ここのどこかに何でも屋がいるはずだ。何でも屋？何これ？じゃあ乗ってしまった。テイレオラマフェイ。あ、これ人やったんか。近くにほとんど誰も知らない興味深い場所があるらしいが、今はそのことは話したくない。まあ話したくない。説得しちゃう。本当にそっか、今。また会おうと言って。今はいいよ。で、近くにほとんど誰も知らない興味深い人があるらしいが。違うっつね。あ、見せた。また会う。あ、こいつもそうな。生命の木は、ああ、お前にまたなと言っている。
またな。やっと何かを放出とさせるいいけどやっと。インタラクトできない。なんで？乗ることでインタラクトができた。行商人はぜひお前に品物を見てほしいそうだ。トレードさせてくれ。最高品質の品しか扱わないから安心しろと言っている。ほんまに？ほんまに？って、ね。交換。うわぁ、すげえ。うわぁ、これめっちゃ欲しい。4000もいる。たっけぇ。レベル30。ないわ。いけるやつ買っとこう。やっぱこれかな。感じ的には。うん。いい値段だ。公正に、堂々とな。これはまた、裏の方でいろいろね、選別して売っておきますね。それがいいね。思った。それは思った。頭。メッシュプリム。うん。皮隠れちゃうな、やっぱな。いい帽子だ。いい帽子か。そう。笑ってまうわ、これ。笑ってまうわ、これ。まあ、今はとりあえずこれでいいよ。うん。で、まあ、スクラップも、取る方法ね、見ておきますわ。どこかで。どこかでっていう、裏でね、やっていきますね。そういうことはね。探索系をメインに、探索と、例の、ストーリーをメインにね、この中では、やらせていただきます、今後はね。あれね、開けていくぜ！バッドスパッドスカート。防御力上がるのはいいけど、あ、あれ、ナイス。エネルギーパック中。あ、ナイス。おお、びっくりした。この中探索したいね。欲がね、すごいあるけどね。とりあえず行きましょう。変電所やったっけ？上に行きましょう。いろいろとあるなぁ。見足りない。何者かがここを巣にしている。巣にしてんの？あ、寒冷ゾーンでした！寒い寒い寒い！あ、凍えてる。寒いにゃん。やばいにゃん。やめてほしいにゃん。ってことは、ここは寒冷地帯だ。厚い毛皮があれば暖を取るには十分だろう。厚い毛皮。はん？これもこれ何か乗ってた気がする。こっち行くにはちょっと戻るか。変電所ね、行くにはね。あれは、ね、オクサノールザップステーションだ。おお。ザップステーションか。そうか。どっから入んねん、これ。いや、また別の方向来てるか。いけた、いけた。これね。超高温の熱風が出る発電機のスイッチを切り替えて、稲妻がフォームをチャージするときに乗るんだ。は？どうすんねん、こんなん。暗闇では遠くが見えにくい。ん？どうするんだ？どうするんだい？稲妻でメタルを充電する。
メタル？どういうこと？だんだんわからなくて。どうするのかわからぬ。あ、何かあってん。ちょ、コーナー草木探索しよう。それがいい。うん。あるのは知らなんだね。実際に。ないっすね、何もね。難しい。おい、なんだ、あ。おう、そういうことね。ああ、なるほど。そういうことね。いや、わからなんだ。痛い、ああ！ビビビ！お、ここ乗ってればいいのに。お、何か出てきた！びっくりした。何か出てきたわ。待って、痛いわ。ちょ待って、いける、いけ、ちょっと待って、怖い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 。ふぅ、体力は残り半分だ。残り半分、ほら燃えてるな。いてぇ、うまく当たった。いけ、うわ、来た、早い。うわ、燃料切れた。燃料切れた。攻撃力パラい、攻撃力パラいっす。どうしてだよとか言いたかったけど、今言ってもらったけど、びっくりしたね。今の攻撃力の高さには。明るい時間は一日の始まりにぴったりだ。ミスター。よし、もういい。あんなやつ相手しない。あんなやつ相手しないんだからね。相手しないんだからね。はい。怖いな。お前もよくやったが、稲妻がすべて片付けてくれた。クリックのところへ戻り、クロンクフィストを強化してもらおう。ちょっと待って。